どうも皆さんこんにちは、サラリーマンゲーマーイサフトです。いや今日はプリンセスコネクトリダイブの、プリンセスフェスを100連回していきたいと思います。いや今日からね、新実装されたペコリーヌプリンセス、いやこれを狙いつつ、やっぱネネカがねまだ僕持ってないんで、ちょっとネネカ狙いで100連していこうかなと思います。ちょっと早速ね100連回していきましょう。まず10連目、いやー欲しい。おこれは確定ダウンロードですね。これ持ってないキャラが入ってきた時にこれやって確定演出も来ましたね。おめでとうございます。さあ誰が来るか、飛ばします。魔法探偵かすみか。魔法探偵ミスティかすみ、魔法の力で操作開始。いのりん、いやみなせさんいいね。みなせいのりのキャラ来たからもう実質勝ちみたいなところありますよね。じゃもう一回行きましょうか。20連目、いやちょっと演出何もないんで飛ばしましょう。最低保証だけはまずいですね。いやでもね、まだもう一回行きましょう。30連目、いやーローディングは入らないか。何にもねちょっと飛ばしましょうか。やっぱね女神の秘跡がね今欲しいんですよ。ゆかりを星6覚醒させたいんで、まあ出るならせめて金多めか、もしくはダブリでもいいんで虹お願いします。やばい、最初の10連で来てからちょっと何にもまずいです。あでも虹来てもね、そう持ってるやつなんですよねこれ。ちなみにあアリサですね来たのは。まあでも女神の秘跡がプラスされるんで OK です。で何連目だ、50連目いきましょう。いやー演出ないね、これはちょっと素敵な仲間が増えますよ。まずいですね、素敵な仲間が増えるそうです。わあ最高保証いってこないですね。増やしていきましょう。いやお願いしますね。もう半分終わりましたからね、残り半分。60連目、ローディングはないと。素敵な仲間が増えますよ。いや厳しいな。これ虹2枚来たけど飛ばします。ちなみに虹はムイミとアンですね。でもムイミ来てるからかすってきてるね、かすってきてる。もう少しだった、限定引けるねこれは。せめて、いや確定演出来たけど、おめでとうございます。来たんですが、もうすでに持ってるやつの確定演出と。ネネカ引きたいんですよね。またしても無意味。いやでもピックアップはちゃんと動いてくれてますね。いいですね。80連目行きましょう。いやローディングはないと。いやでも限定が増えますよ。てるんで、まあ、あと20連で。いけるんじゃないかと。20連で来てくれないと非常に困りますね。さあ90連目、いやローディングはないと。最初の霞だけ初ゲットは水瀬さんありきだけど、霞はやばいですね。早くももうラスト10連です。行きましょう。最後頼む、お願い。ローディングありの設定にしてともなかった時点で外れが分かってしまう悲しさ、これは残念ですね。いやー結局100連で引くことはできなかったですね。新キャラもペコリーヌもネネカも
いやー、これは厳しいな。ちょっとイベントで石集めて再チャレンジしたいなと思いますが、いやー厳しいな。ちょっと石がたまり次第引いていこうかなと思います。こんな感じで今回の動画は終わりになります。またちょっと期間空いちゃうかもしれないんですけど、開けていくんでぜひ見てください。よろしくお願いします。それではさよなら。